国際陸上競技連盟、国際陸上競技連盟、国際陸上競技連盟、IAAF は陸上競技の国際競技連盟。略称は国際陸連。競技規則を整備し、加盟団体の統括と世界的な競技大会の運営を担う。2019年10月にワールドアスレチックス、ワールドアスレチックスに名称が変更予定。 19世紀中頃よりイギリスとアメリカ合衆国を中心にアマチュア陸上競技が勃興した。各国に選手権大会やアマチュア陸上競技連盟が創設され、1890年代に入ると国際的な対抗戦が行われた。1896年にアテネで第1回近代オリンピックが開催されると陸上競技は12種目を実施。 9カ国から63名の選手が出場した。1908年のロンドンオリンピックになると26種目が実施されて20カ国431名出場する規模に至った。1912年6月、ストックホルムオリンピック終了後のストックホルムに陸上競技に関する国際的な統括組織と規則策定、世界記録の認定を求める17カ国の代表が 集まり会議開催された。オーストラリア、オーストリア、ベルディー、カナダ、チリ、デンマーク、エジプト、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、ノルウェー、ロシアスウェーデイ、イギリス、アメリカ合衆国が出席した。この第一回総会により IAF は創設された。IAF は1913年にベルリンで第二回総会を開催して、検証を採択。ジークフリード・エド・ストレームが会長に就任資本を ストックホルムに設置した。IAAF 創設はベルリンで行われた第2回総会によるとする文献もある。本部は1946年にロンドンへ1993年10月にモナコへ移転した。IAAF は1914年に競技規則を定めて世界記録の公認を開始した。1912年ストックホルムオリンピックでは ストップウォッチによる110秒単位の手動掲示が行われていたが、掲示技術は年月の経過と共に発展を見せ、1964年の東京オリンピックからクオーツ時計を使用した電動掲示が1972年に1100秒単位までの計測が開始された。1977年、IAF は400メートル以下の世界、記録認条件として、 電動掲示による1、100秒単位までの計測を義務付けた。アマチュア陸上競技の勃興以来陸上競技は男子中心の競技であったが、1910年代に入るとヨーロッパ各国で女子陸上競技が交流した。各国の女子陸上競技連盟創設を見た後の1921年、アリスミリア夫人らが中心となり、女子陸上競技の国際的な統括団体である。 国際女子スポーツ連盟、フスフィーが創設された。フスフィーはオリンピック陸上競技の女子種目実施を求めて活動し1928年のアムステルダムオリンピックで5種目の開催にこぎつけている。フスフィーはその後1 0種目数増加を求めて IOC や IAAF との交渉を続けたが、実らず、機能を IAAF に吸収されて消滅した。 IAF は1928年の総会でドーピング規則を承認して興奮剤の使用を禁止。1964年の東京オリンピック時に維持委員会を組織1989年から選手に対する平時の抜き打ち検査を開始し、2011年の世界選手権以降は出場選手全員に対して大会時の血液検査を義務付けるなど、 ドーピング対策の歴史を持つ。陸上競技選手のドーピング事例は、過去に1980年代の東ドイツなど、社会主義国家よる組織的ドーピング、ベン・ジョンソンの選手資格剥奪、バルコスキャンダルなどが発生した。IAAF は検証にフェアプレーの推進と、ドーピングの撲滅を掲げており、今日は、和田とも密接な協力関係を築いて、アンチドーピングを推進する。 2011年現在、IAAF は、会長以下、第一副会長1名、副会長3名、名誉会計1名、地域陸連代表6名、カウンシルメンバー15名、事務総長1名がカウンシルを構成し、組織運営に当たる。総会は、IAAF の最高決定機関であり、カウンシルと212の加盟団体代表が参加して、重要事項の審議を行う。 また4年おきに会長、副会長、カウンシルメンバー、委員を選出する。総会は1991年以降、世界選手権の開催時に合わせて2年ごとに実施されており、2019年までに52回を数える。IAF は1988年より IAF 世界最優秀選手賞の表彰を開始した。マラソン、ハーフマラソン。 競歩の世界記録公認を2004年に開始し、オリンピックと世界選手権の実施種目すべてが世界記録として公認されることになった。世界新記録受立者には IAF オフィシャルパートナーから賞金が授与される。IAF は古くからアマチュアリズムを掲げ、規約を設けて選手の金品獲得を制限しており、違反者には資格剥奪処分が下された。 ジムソープはマイナーリーグの所属経験があったために資格剥奪どころを受け、さらに IOC によって金メダルが剥奪された。この規定のために選手は長きにわたって陸上競技選手として成形を立てられなかった。1968年メキシコシティオリンピック男子100メートル金メダリストのジムハインズはオリンピック後にプロアメリカンフットボールの NFL 選手へ転身している。しかし、1960年代から他のスポーツがアマチュア規定を次々に廃止し、時代の流れは IOC が1974年にオリンピック検証の参加規定を変更するまでに至った。陸上競技も1970年代以降、マラソン大会を中心に、テレビ局やスポンサーから有力選手へ公然と出場料。 賞金が支払われる状況になり、競技と生活のために金銭を必要とする背景が、選手にも存在した。1981年、プリモ・ネビオロが会長に就任すると IAAF は、アマチュアリズムと決別、公営権料とスポンサー料による商業化を推進し、賞金レースの導入や出場料支払いを開始した。IAAF は1982年の総会で、 選手が賞金と出場料を受け取ることを認めるルール改正を行い、以後は選手のプロ化が一気に進んだ。IAF は1991年にオフィシャルパートナー12社と締結したスポンサー契約が4年100億円。日本テレビに提供した世界選手権の日本国内向け放映権料はワールドアスレチックシリーズ数大会を含めても1年40億円に、 登るなど急激な商業化を推し進めた。この時代に IAAF は地域開発センターを世界10都市に設置して加盟団体の指導者育成、ジュニア選手要請を援助した。世界選手権の成功が評価される一方で、バーリー時代のアマチュア路線から商業的な拡大路線への転換には批判的な意見も見られた。IAAF は発足以来正式名称にアマチュア、 の7文字をいただいていたが、2001年の総会においてインターナショナルアソシエーション、オブアスレチックスフェダーシャンズへと改めた。IAF は、新の陸上競技の世界王者を決定する世界、最高峰の競技大会、世界陸上競技選手権大会を創設し、1983年に第1回ヘルシンキ大会を開催した。それまで、 陸上競技最高峰の競技大会はオリンピックであったが人種問題や冷戦による政治的対立をはらんで選手団のボイコットが発生し東西陣営の足並みは揃わず世界王者決定戦としての機能を失っていた1990年代に入り賞金レースの拡充に伴い非賞金レースは選手の出場自体が増加したそんな状況下でも 世界選手権は創設当時より賞金が授与されない大会であったために1993年シュトットガルト大会の出場をめぐりカール・ルイスやヌールディン・モルセリラが IAAF に対して賞金を要求する事態が発生している IAAF は1997年アテネ大会以降の世界選手権を賞金レースとした IAAF は1985年に トラックフィールドの男女16種目を対象とした、賞金レース IAAF グランプリを導入した。スポンサー企業名を冠して、IAAF モービルグランプリとも称される。このシリーズ戦は、世界17都市の競技会を舞台に繰り広げられ、各競技会の入賞者に賞金が授与された。最終戦、IAAF グランプリファイナルは、各種目の年間王者決定戦として実施され、 3位までの選手に年間賞金が授与された。その後、IAF グランプリは、IAF ゴールデンリーグ IAF スーパーグランプリと IAF ワールドアスレチックファイナルを経て、IAF ダイヤモンドリーグと IAF ワールドチャレンジミーティングスに受け継がれる。設立以来、以下の6名が会長に就任した。IAF は6地域に分類された212の国、 地域の加盟団体を参加に持つ。加盟団体は一国につき一組織のみが承認されている。イスラエル陸上競技連盟は中東情勢による政治的な事情のためにアジア陸上競技連盟からヨーロッパ陸上競技連盟へと所属を移した。IAAF は FIFA 国際サッカー連盟、ワールドラグビー、FIBA 国際バスケットボール連盟と共に 命名権排除を主催大会における原則としていて、これらの主催大会では原則として命名権を冠した競技場を会場とすることができない。このため、命名権による名称を使用せず正式名称等を使用しなければならないほか、命名権による会場名、IAF 公式スポンサー以外の広告類などを覆い隠すなどの措置を講じなければならない。 日本における例として、日産スタジアムは正式名称の横浜国際総合競技場と呼び、観客席シートの日産表記も覆い隠さねばならない。関西では長い陸上競技場、ヤンマースタジアム長いが該当する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。